皆さんハツラツ大ハッスルの元気ですよね。はい、あ、はい、もう皆さんね、本当にもうハツラツと楽しくボーリングをね、楽しんでいただいてます。もうこの健康ボーリングは随分長いですよね。そうですね、この健康ボーリングというスタイルでですね、今年で9年目という形になります。そうなんですね、はい、やはり最初に皆さんストレッチをして怪我のないようにというスタイルでされてるんですね。はい、はい、まずはね、健康とね、やっぱりお怪我がないことが一番でございますのでね、はい、まあ、健康のためとはいえやっぱり勝負事って言ったら変ですけど、はい、盛り上がりますよね。あ、そうですね、はい、ね、はい、そうです。でもちゃんとこのお互いのチームを超えていいプレーには拍手をするっていう、本当に気合いですよね。はい、はいはい、やっぱりね、盛り上がるためと、やっぱりコミュニケーションということでね、礼儀とやっぱり楽しくコミュニケーションということをモットーにやっております。どうでしょう、皆さんの反応っていうのは来られて。あ、そうですね、本当にもう皆さん生き生きとですね、はい、で皆さんやっぱりそれぞれスタンスが様々ですから、健康目的、利用目的だけの方もいらっしゃればね、さらにやっぱり上手になりたいということでね、いろんな大会にも出たいということで、で当センターでもこの健康ボーリングの方を中心とした大会も毎月開催してますし、でさらにね、もっとレベルアップを求める方はね、うちは夜の社会人のクラブの方のね、そういったクラブも毎日活動やってますので、そういう社会人とかアマチュアボーラーのまた会員さんにステップアップされて全国大会に行ったりとか、中にはね、そういう方はもうこの健康ボーリングから大会行ってパーフェクトも出したっていう方もね、そういった、はいはい、方も中にいらっしゃいます。はい、特に今年ですね、この夏にね、またこういった、新規のね、初心者の方を中心としたボーリング教室を開いて、でボーリング教室が6週間あるんですけれども、その6週間を卒業してこの健康ボーリングのリーグの方に参加していただけるということで、主催は、あくまでもね、日本プロボーリング協会さんが主催して、その、プロボーラーのインストラクターの方が、その方も本当に日本全国飛び回ってるね、人気の先生なんですけれども、その先生にいろいろご指導いただいて、教室を、こちらの境でですね、開催が今予定が決まっております。そうなんですね、多分、6月下旬から7月ぐらいになれば具体的なこともお答えできるかと思いますので、チラシの情報が手元にない場合は境で中ボールにお問い合わせいただければ、また詳しくご案内できると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ぜひ多くの方がこちら来て、はい、いい汗流してもらえるといいですね。ボーリングで、はい、老若男女で世代を問わずですね、お孫さんから3世代で以上で楽しめる、楽しいのがボーリングですので、ぜひ皆さんまたボーリングで楽しんでください。はい、お越しお待ちしております。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。